はい、皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はヨッシーアイランドでくじ引きをしていきたいと思います。そうですね、今回は くじ引きアイテムチャンス、1枚だけカードをめくろう、出たアイテムがもらえるぞ、何が出るかは運次第。今回はくじ引きで今回はくじ引きで10分間くじ引きを引いて引き続ける動画です。そうですね、とにかくアイテム、最初カメックですね。カメック、どれにしようかな。どうだ、お、虫眼鏡、何があった。おー、カメックがいい、やっぱカメックいるんだな。ではひたすらどんどんやっていきます。ガチャ、まあガチャ代わりみたいなものですね。まあ今回はここで、おお、スター、スター結構いいな。てなわけで、こんな感じで何度も何度もくじを引いていきます。まああのガチャみたいなものですね。どんな、さて何が出るかな。次はどうだ。お、スイカ、スイカ、こいつはあのなかなかいいんですよね。もう何度も何度も相手に、これがなんか何度も何度もくじ引きを引いて、何度も何度もあのなんかボロドンに当てると結構いいんで、スターとか手に入っていいんですよね。お、これであのワンワン倒せますね。ワンワン倒、おお、フル、マジか、フルもあったのか。まあどんどん行きたいと思います。くじ引きアイテムチャンス、1枚だけカードをめくろう、出たアイテムがもらえるぞ、何が出るか運次第。わかりました。では どれにしようかな。お、スター、こいつは100点取るのに有効なんですよね。ちょっと20ポイント主に20秒をキープしてあるときに有効ですね。で、アイテム、まあいいだろう、お前は。さて、どれにしようかな。ここにしよう。お、アイススイカ。アイススイカ。こいつがなかなか優秀なんですよね。あの、相手を凍らせることができるという。凍らせて相手を踏みつけたりすることで倒せますね、これは。では、次はどれにしようかな。これにしよう。お、スイカ。あ、スイカ。さっきと同じだな。スイカ。あー、まあいいや。まあどんどんやっていきましょう。さて、どうだろう、アイテムチャンス。まあそれはどうでもいいでしょう、くじ引き。うーん、どれにしようかな。お、スター。ちなみにやってる順番は適当です。おお、どんどん。さて、何が手に入るかな、次は。さて、まあこれがガチャ代わりになるかどうかは分かりませんが、どうでしょう。どうだ、またアイススイカ、またアイスか、またアイスなのか。あー、結構アイテムいいのあったな。なんか卵のフルとか結構あの卵なくなった時に結構いいんですよね。さて、特に虫、一番レアなのは虫眼鏡なんですよね。おお、10秒か。あ、虫眼鏡なかったな、さすがに。よし、次前にもう一回いきます。さて、どうだろう、くじ引きアイテムチャンス、何が出るかは運次第。まあこれで、あ、またアイス、またアイス、マジでまたアイス、またアイスの卵隣にあったけど、できれば全部が結構やりたいですね。何連ガチャになるかなーと。待て、今度はこっち。あー、マジか、マジでか。なんかいきなり出た瞬間いきなり外れ、たまにこうやって当たりくじっていうこともあるんですよね。確かに2体ぐらいカメックがいるやつもありましたかね。まあいきなり、おお、パワー、こいつはなかなかいいですね。あ、一番左か。では、もう一回やっていきます。そうですね、ヨッシーストーリーのアイテムではスイカ系が、あの赤いやつがファイヤースイカ、青いやつがあのアイススイカで、緑のやつがノーマルスイカ。スイカの種をたくさん吐くことができますね。あと、あのスターがあのなんか、マリオを守るための、なんかあの、え、マジか、マジで。まあ、そういうことですね。マリオを守るための、なんて言いますかね、なんかあの、体力みたいなもんですね。まあ、それを、主に100点取るときに重宝しますね。またマジで、嘘でしょ。まあ、こういうこともあるんですよ。まあ、あの、実際、カメック以外は当たりだと思っていいですね、このゲームでは。あと、虫眼鏡は、あの、
これなんかカメックに呪われてんな僕。ちなみにですね、虫眼鏡は隠されたアイテムとか赤いコインを探し出すことができるんですよ。結構おお、できたできた。まあそういう 100点取るのに必須なアイテムですね。あとそれとですね、あとは何があったかな、さっきの雲のやつありましたよね。雲のやつは敵を雲に変えることができるんですよ。あとこのパワーのやつはどんな時でもパワーブロックを1回だけ使うことができます。ちなみにパワーブロックはたまにどこかにある、何箇所か。うっそー、しかも虫目が、あーでも隣に卵、この回で1回ぐらい卵は取りたいですね。なぜヨッシーの必須アイテムですからね。では、ここか。スター10個。残り4分以内に手に入れたい。卵1個手に入れたい。もう卵こそもうヨッシーのチャームポイントですからね。さて、どうしよう。どうする？これか。ファイヤースイカか。でも、美味しいな。あ、でも、なかったな。さて、次はどこだ？次はなんだ？さて、くじ引きアイテムチャンス。さて、どうだ？次は。ここだ！マジで？卵が、卵なかった。卵はなかった。出るか出るかないかっていうのもくじ引きのあれですね。運次第ですね。さて、まあ、なのでもう実際当たる確率、マジで？卵じゃないの？卵なかったし。なんか法則性がありますね。なんかどういう法則かわかりませんけど、アイテムチャンス。まあとりあえずやってみよう。お、これが、5スイカ。もうさっきダブったやつじゃん。しかもないし。なんか縦のやつがなんか卵でやつ。そうだ。一番最初にこれやったら案外、ここで卵。卵なかった。卵なかったよ。しかも卵ないよ。なんかとある法則でもあるんですかね。まあよくわからないですけどね。あ、やべえ、あと2分30秒しかない。卵手に入るかな。手に入んなかった。卵なかった。卵ないよ。なんか卵出る確率低いな、やっぱ。やっぱレアなのかな。まあ、よく考えれば虫眼鏡もないですけどね。おう、ここか。うっそー、卵なかった。卵じゃなかった、卵なかったし。やべえな、もう。あと2分だよ。もう、とりあえずもう卵なかったらまた次回にガチャで。マジか。なんかと、マジか、カビックの横にやった。よし、次はそこを集中して狙ってみよう。いや、冗談です。冗談ですよ。冗談ですよ。もちろんそこを集中します。そこを狙、マジか。マジか。今のはミスった。でもそこカメックだった。こういうのを俗に言う怪我の功名って言うんですよね。なんでイケイケになってるのかわからないですけどね、このゲームでは。このデータでは。ここで、おお、卵ゲット、よっしゃー、この回では手に入れたかった。ま、どんどんやっていきましょう。そうですね、次は何にしようかな、アイテム。次は狙っていきたいのは、そうですね。おう、アイススイカ。なんかなんかあれですね。卵、マジか、卵。まあ、20秒とか。あとは手に入れてなかったのは20秒とか、そんぐらいですかね。まあ、あんま、まあ、敵、まあ、こいつは敵倒す。ちなみにですね、これとパワーはですね、パウはですね、アイテムを、なんか5の4のビッグケンキメクジのステージにいる、なんかワンワン倒すために必須のアイテムなんですよね。なんか、そのために、必須アイテムで手に入れると次はその動画もお見せしましょうかね。お、また卵フルですね。お、虫眼鏡。でも1回手に入れたからな。マジか。あと2、3回やったら終わりますかね。では、どうでしょうかね。まあ、何連ガチャになるかはわかりませんが、パワー。なんか、ほとんど
多分もうこの後のストーリーでスイカだらけになると思いますね。あ、次で最後にしよう。ここは、ま、これではまだ終わりません。おう、スイカ、スイカばっか出てんな。あ、でもこの下あれだったな。なんかやっぱスイカ多いな。もうスイカだったら、あの、例のミニゲームでもスイカたくさん手に入るんですけどね。なんかやっぱあの、まんべんなくアイテム見せたい。おお、まあ。まあ今日はこの辺で実況プレイ終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。